ファンネルがお送りする聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きをやっていきます。では今回はクラスチェンジアイテム手に入れていきたいと思います。どうやらね、ホークアイ、デュラン、リースそれぞれの多分故郷、あのゆかりの地に、クラスチェンジアイテムがあるっぽいので、まずはね、ここせっかくフォルセナにいたのでデュランの方ね、あるかどうか確かめに行きたいと思います。どうせ王様がなんか知ってんでしょう。王様に話聞いて、で一応そのなんだっけ、今集めてるのオーブだと思うんだけど、さらに多分ハテナハテナハテナの種から出るものも必要になると。はい、勇気のオーブについて何かご存知かもしれないな。よし、早速話を聞きに行こう。もう正面に立ってんなあれで、ハテナハテナハテナの種も必要になってくると思うんですけども、そちらの方は多分心配いらないです。なんかもう44個あるんでレベル上げてたら、これも入手してたので、まあこの種が出る敵を倒してたんだけどね、レベル上げのために。さて、広いとこに王様一人っつうのもなかなか珍しい光景だけど、何か知ってるかい？おお、デュランではないか。ちょうど良いところへ帰ってきた。待っておったぞ。ちょうど良かったんだ。私を待っていた？王様、どういうことですか？今のこの世界の危機に際し、未だ世にうずもれた腕の立つ戦士を探すため剣術大会を開くことになったのだ。どうだデュラン、どれほど腕を上げたか試してみぬか。商品次第かな。若手部門の優勝経験者の出場となれば皆の士気も上がることだろう。はい、ぜひお願いします。お願いします。うん、もはや若手部門でかなうものはおるまい。デュランには本戦に出場してもらうとしよう。こいつは面白くなりやがったぜ。俺様が本戦出場の切符を手に入れた途端、宿敵のご機関とはな。おいデュラン、お前の最初の相手はこの俺様だ。せいぜい首を洗って待っていろよ。ガチガチの鎧着て言うことかよ。試合開始まで準備を怠らぬようにな。準備が整い次第わしに話しかけるがいい。いやいや、その前にあのオーブのことお前勝手に話進めんじゃねえよ、いくら王様だからってよ。さっきあのブルーザーってなんか宿敵とか言ってたやつは、デュランがその若手部門の剣術大会で最後に倒した相手だったと思います、私の記憶をたどればね。間違ってたらごめんなさい。よし、どうだ準備は整ったか。準備ってすることも特にねえしな。それでは剣術大会本戦を開始するっていうか早いな、おい、もう準備してたのかよ。どれほど腕を上げたか、たっぷり味わうがいいぜ。覚悟しやがれよデュラン。勝負そのものより優勝商品の方が気になるな。はい、始め始め。商品がどうせオーブなんだろう、このパターンは。でもどうなんだろう、他のやつにオーブ使う。めっちゃ食らうじゃんこいつ何こいつ、何の余裕なのこいつは。危ない、なんかすげえ余裕かましてっけど、めっちゃ食らう一撃が重いだろ。よくわからんな。まあ初戦でしょこれは。さあ次もうどんどんやっていこうぜ。まいった、降参だ。カンカンカン。そこまで、勝者剣士デュラン。ほう、優勝商品に向けて一歩前進だな。デュランよ、さらに腕を上げたようだな。俺様だって腕を上げたはずなのに。おいデュラン、次こそはお前に一泡吹かせてやるからな、覚えてろよ。次があるのか。ああ、望むところだ。いつだって相手になってやるぜ。ではデュラン、次は決勝戦だ。
早いなおい。準備が整い次第わしに話しかけるがいい。次の相手は手強いぞ。これ絶対王様のパターンじゃない？てかもう次で決勝戦ってことは4人ぐらいしかいなかったかな。まあいいや、話しかけましょう。どうだ、準備は整ったか？あ、準備って何があんだよ。まあスキルの振り直しとかあれかな。それでは剣術大会決勝戦を開始する。相手は誰だ？相手は、え、相手がいませんけど、王様と手合わせするのではないのですか？え、違うのかい？デュランよ、この度の決勝戦、お前の参加に合わせとっておきの相手を用意しておいたぞ。誰？剣術大会決勝戦、剣士デュランの相手は黄金の騎士ロキ。え、どういうこと？ロキって、え、父さん？なぜ？そんな、父さんは死んだはずじゃ。我が息子デュランよ、お前がどれほどの剣士となったか、すべてを捨て、一人の騎士として手合わせ願う。あ、こうやって出てくんだ。勝負だ。父さん。戦えんのこれ、ね、急に出会って。ああ、わかったぜ。俺も一人の剣士として、あんたを超えてみせる。あんたって言うな、父さんって言え。黄金の騎士ロキ。それでは決勝戦始め。魔法とか使わねえよな、まさか。まあさっきと同じ。あ、待って、なんかやってくれ。早っ。待って、うわー。バナの女神のお導きか。よいしょ。痛い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 。あ、こいつなんかあの動きがグレンの騎士みたいな。あ、違うせい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 。意外と痛いんだけど。待ってね。えい、危ない。あ、ちょっと、おお、やるね。あ、危ない危ない。いつまでやんのこれ。超必殺技みたいな。えいや、結構体力高え。レベル65か。なかなか高いな。これちなみに待ってね、アイテム使えんのかな。あ、使えるわ。アイテムありなんだ。回避回避回避。すごいね、百裂剣みたいな。よいしょ。てい、ちょっと技の使いどころ間違うとちょっと大変かもしれない。いやー、半分削られたな、こっちも。ちょっとカメラワークが良くない。第一噴出剣だ。あー、やばい。おーおーおーおおお、危ねえ。私は十文字切りで。あんま効かねえな。カウンター、これもう回復しちゃっていいですかね。えい、俺に負けてろ。カウンターだ。わあ、危ない。やば、これ待って、カウンター状態だと思う今の。えい、やった。回避回避回避。何なんだろうね、そのスピードは。第一噴出剣だ。避けれるかな。避けれない。ここあれ。手抜いてくれた。ちょっと回復しようか。これだ。黄金騎士の剣、受けてみよう。こんな試合で回復アイテム使ってたらそりゃ負けねえよな。結構辛いけどね。第一噴出剣、ちょっと避けて避けて。で、まん丸ドロップ、俺に任せろい。よいしょ。えい、行くぞ。だいぶ削ったんだけど、こっちも第一噴出剣で、でも締めを第一噴出剣にしたいな。結構痛い。回復。第一噴出剣。あ、痛い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 。危ない。まあな、こいつ連続で使ってきやがる。
だけど今は違う。今は違う。先行権。絶対に勝ってみせる。技の種類がよく分からない。カウンターだ。カウンターならこっちが攻撃しなければなんてことは。いやートランザム状態だな。ちょっと待ってね、一発。あーもう終わったわ。十文字切り。で待ってね、第一分、あ間違ったボタン。あいいんだよねこれ。ちょっと相手も技中だった。あいい経験値もらえましたね。さすがにこれでオーブもらえるな。勝者剣士デュラン。わあ。デュランよ見事だ。もはやお前以上の剣士はこの世におるまい。あ刀が。父さん、父さんどうした。心配するな。私の命はすでに失われた。ああそうだったのか。もともとお前と手合わせした後すぐに消える運命だった。一人の騎士として父を超えるほど成長した男の姿を見られたのだ。もう何も思い残すことはない。ちょっと待って、娘にも会ってやれよ。あのデュランの妹いるだろう。リチャード王子、私の勝手な願いでお手間をかけさせましたな。いや、とてもいいものを見させてもらったよ、我が友ロキ。王子、ではいずれまた。ああ、いずれまた。あの世で会おう。ディランよ、達者でな。ウェンディのことを頼んだぞ。分かったよ。息子の腕の中で、いや自分が認めた剣士の腕の中でこの世を去るのも悪くないものだな。父さん、どうやって出てきたのか説明はあるんだろうな。優勝者剣士デュランに優勝賞品として我がフォルセナに伝わる至宝勇気のオーブを授ける。ありがとうございます。ほう、なかなかのお宝みたいだな。ん？クラスチェンジアイテムじゃないかしら。そうか、やったぜ。これで俺もクラス4になれるんだな。あれ？オーブだけでなれんのかこれ。ロキとの絆から新たな力が生まれた。継承されし力、ため攻撃チャージ中5秒前に SP を 10% 増加。なんかすごくねこれ。はい、勇気のオーブゲット。じゃあちょっと一回待って、王様に問いただしてんだけど。デュランよ見事だ、もはやお前以上の剣士はこの世におるまい。いや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 。どうやってデュランの父さん出てきたの。ここでフラミー呼べるね。ちょっとフラミー呼んで最後ホークアイにするか。リースのローラント城に先に行きますかね。じゃあこの後はエリオットだけ。ねえリース、はい、慈愛のオーブについて心当たりはあるの？ええ、両親と親しかったアルマなら何か知っているかも。アルマか、エリオットはもう関係ねえんだな。そっか、まだエリオットは捕まってる状態か。この時間軸だとまだあの黒の貴公子倒してない時間軸だったと思うんで、一応ね強くてニューゲームではねえのか。クリア後のセーブデータですけど、アルマ。オロ、リースお嬢様、いかがなされました？ねえアルマ、
慈愛のオーブという言葉に心当たりはないかしら。例えば父の形見や王家に伝わる大切な品のような。王家に伝わるですか。ありますあります、心当たりが。以前ジョスター様から即位の折に戴冠の儀式を眠りの花畑で行ったと聞きました。眠りの花畑で。何でも眠りの花畑にはローランと建国の前より受け継がれる大切な道具が安置されているのだとか。その道具の名が慈愛のオーブ。あ、もう完璧それじゃん。じゃあローラント王家の儀式に使うお宝か、楽しみだぜ。ここまで来た甲斐があったな。そうですね。ではお二人とも早速眠りの花畑へ向かいましょう。なんか楽しみだぜとか言ってますけど、こいつらクラスチェンジアイテムだってこと知ってて言ってんのかな。なんか反応がいまいちなんだよな。ボス級出るかどうかによりますけど。父はここで戴冠の儀式を行ったとのことですが、慈愛のオーブは一体どこにあるのでしょうか。なんだ、なんか飛んでる。おいおい、何が起こったって言うんだ。二人とも気をつけろ、何か来る。蜂だよね、どう見ても。あ、女王蜂。顔なんかあれ、あんな顔。慈愛のオーブは父の、そしてローランとの誇り。私は諦めません。まあ、神獣より強いとも思えねえもんな。ここで諦める理由はねえよ。ちょっと目がだいぶとぼけてる感じだけど。そう、ここは3人で戦えるんだ。待ってね、王女として背面切り。アマゾネス軍のリーダーとしてこの戦い。え、ちょっと危ない。あ、痛い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 。結構ダメージもらった。言ってそれなりにレベルはあるのね。待ってね。カトン使うか。ちょ痛い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 。回復。カトン。燃えろ。燃えろ。カトンで雑魚敵をやっちゃおう。ちょっとカメラワークが良くない。よし、オッケー。もうちょいで雑魚敵がやる。カトン。よし、あとは雑魚敵のみだが、あー怖いなこいつの攻撃。プレイヤー、よいしょ。こいつもローラント仕込みの技使うんだね。なんか旋風装とか。痛い。みんな HP 大丈夫？で、影潜り。影潜り。どっちだ？リースも溜まってんな。で、ちょっと待ってね。リースにチェンジして、えい、高弾倉。当たりー。あ、なんか普通に逃げてったんだけど。相手は相手でなんか竜画層みたいなの使ってるな。これはちょっと全体回復アイテムを使いますか。ポトの油、よし、えい、オッケー。いやー、これ迫撃砲みたいで避けにくい。もう本当の意味で虫の息だろうな。いて、なんで食らった。龍が層迫撃砲ですね。全然 SP がたまんねえな。痛いんだけどちょっと回復しますか。よし、あれ、なんか召喚した。避けて。いやー、すごい。これはリースと同じ技だな。えい、背面ギリ。で、デュランも十文字切りかなんかやってくれるとありがたいから、えい、十文字切り、十文字切り。で、リースで
真空波動槽終わるだろう。オッケー、今のが私の全力です。今回は全員に経験値が入る。デュランだけあれだね、自分一人に入ったもんね。ドサってかわいそうだけどな。あ、逃げた。何か落としてきましたよ。おい、何か落ちてくるぜ。もしかしてあれが慈愛のオーブか。あの子、慈愛のオーブを守ってくれていたのかしら。なんてことをやってしまったんだ。だとしたらちょっと悪いことをしてしまったかもしれません。しょうがねえさ、慈愛のオーブを手に入れるには必要なことだったんだ。それよりリス、慈愛のオーブかどうか確かめてみよう。確かにね、まず確かめないと、これで違ったら泣けてくるけどね。そうです、これが慈愛のオーブですってなるのか。まるで父と母の心が伝わってくるようです。私も思ってくれている心が。お父さん、普通に出てきてんぞ。それにお母様も。大きくなったわねリース。あなたずっとエリオットの母親代わりをしてくれているそうね。あなただってまだまだ子供なのに。リース、本当に感謝しています。わしの力が及ばず、お前に大きな荷物を背負わせることになってしまった。リースよ、すまない。そんな、そんな、私は辛いと思ったことなど一度だってありません。そう言ってくれるか。リース、ごめんなさい。私たちはもう行かなければならないの。くれぐれもエリオットのこと頼みましたよ。お前にいつも良き風の吹かんこと。眠りの花畑で眠りにつきました。お父様、心配なさらないで。私はお二人の娘として、ローラントの王女として立派にやっていきますから。見ていてください、ローラントに伝わる慈愛のオーブ。これで私もクラス4になれるのですね。お待たせしてすみませんでした。さあお二人とも参りましょう。さあ残すはホークアイだけですね。あ、ジョスターとの絆から新たな力。父の祈り、ジョスターのリンクアビリティ、バトル勝利時味方全員の HP、MP を 5% 回復。まあ使えないこともないかなと。はい、慈愛のオーブゲット。じゃあフラミーちゃん呼びますか。これは毎回バトル入るってことだね。じゃあホークアイのところはどんなバトル、どうせ敵忍者が出てくるんだろうな。いきますよ。どうしたどうした。信頼のオーブね、そんなお宝うちに。あ、うちに。あ、ニキータがなんか話してますよ。やっぱり見つからないのかにゃ。ああ、誰かが持ち出しやがったのかもしれねえな。しかも根こそぎよ、クソったれめ。なんか揉めてるみたいだな。どうやらジェシカに心当たりがあるみたいなんだけどよ。ジェシカどうしたの。オークアイにしか話せないって言い張ってんだよ。見かけによらず強情なんだよなジェシカ。あ、兄貴、ちょうどいいところに来てくれたですにゃ。ちょっと、いや、とても困ったことになってるですにゃ。奥の玉座の部屋にジェシカさんがいるので話を聞いてあげてほしいですにゃ。ここなら信頼のオーブについて何か情報が得られるかと思ったんだがな。一体何が起こってやがるんだ。ジェシカが謀反を起こしたか。まあ行ってみましょう。待ってね、キャラチェンして。任せな。
まあ、どうせそのオーブについてなんだろうけどね。久々のナバールですと。ナバールも広いからな。乗っ取られてた時は大変でしたよ、このマップ。じゃあ上に参ります。奥の玉座って言ったもんね。このままいいのかな、まっすぐで。いるいる。フレイムカーンは、あ、そっか、これもまだクリアしてないからか。ジェシカ、目がちょっとやばい。戻ってきてくれたのね。ジェシカ、もう大丈夫なのか。まだ本調子とまではいかないけれど。おいおい、気持ちはわかるけどよ、泣くことはないだろう。心配してたんだから。まだ乗っ取られてんじゃねえの、これ大丈夫かな。情緒が落ち着いたか、ジェシカ。だったら話を聞かせてくれ。一体何があったんだ。イキータを中心にみんなでナバールを立て直そうとしているんだけど、みんなで集めていたはずの財宝がどこにも見当たらないの。どうやら兄さんがパパの様子がおかしいことに気づいて、そのほとんどをどこかに隠してしまっていたらしいのよ。イーグルか。あいつは目端の利くやつだったからな。それで？兄さんは何かあった時にはあなたを頼って火炎の谷を探せって言ってたのだけど。火炎の谷かよ。そうか、宝のほとんどが隠されちまったってことは、もしグランクロアの言葉通りここに信頼のオーブがあったとしても、そいつも一緒に隠されたってことかも。よし、物はついでってやつだ。信頼のオーブと一緒にまとめてお宝探し出してやる。ジェシカ、ほんの少し俺に時間をくれ。火炎の谷でお宝探しとしゃれ込んでくるぜ。かっこいい。いやー、でも火炎の谷行かないといけないのか。じゃあ行きますか。あ、左ね、多分左でしょ。左で、ん？左じゃねえな、こっちだな、右だな。右は昔行ったことあるとこだな。でもここを探すって言ってもよ、手がかりがないんじゃ。一体どうすれば。ごめんね、こっちはもうマップに印ついてたんだわ。ホークアイ、そんなにたくさんの宝物本当にここにあるのかしら。いや、俺に心当たりがある。とにかく先に進んでみよう。これでさ、宝物のありかを示した地図が出てきたら私泣きますよ。こっちね、待ってね。これって何だったっけ。調べてみる。あれ、ワープできんだっけこれ。覚えてない、今のガーゴイル像みたいなの。ワープできたらいいんだけどな。ん？ちょっと待ってね。あ、できた、すごい、ありがてえ。帰りはね、フラミで帰れるんで助かる。なんかボスしかいないよね、ここも。出てくるとしたらね。みんなちょっと待ってくれ、ここだ。何、なんか爆破する。あ、印がある。ここをよく見てくれ。岩肌に小さく鳥の瞳のマークが刻んである。ここをこうすると。え、こんな仕掛けが。すごいですね、盗賊ってこんなこともできるんですね。俺だってあると思って探さなきゃ見つからないさ。何せ俺がたった一人認める盗賊、あのイーグルの仕掛けだからな。お宝の匂いがプンプンしやがる。さあ行こうぜ。まあ、自分たちがかき集めたお宝だけどね。しかし大掛かりな仕掛けだったな。それだけ大事なお宝が隠されているってことか。
このマップはこれだけで終わりだね。あるあるあるけどさ、これ上からなんか飛んでくるパターンか、下から出てくるか。なあホークアイ、何考え込んでんだ。宝物を手に入れて早く帰りましょう。バカよせ。これもトラップかい。ああ、これだから素人、あのイーグルの隠した宝だ。何の仕掛けもないなんてありえない。こういう目に遭いそうだったから時間をかけたかったんだがな。後悔しても始まらねえ。みんな行くぞ。多分この仕掛け発動しないで開ける方法もあったんだろうね。でかでかすぎでか、待って、ちょ避けられねえ。王族泣かせの仕掛けをありがとうよ。逃げられない、逃げる気はないんだが。グランドスラム、うわーこれもまた隕石落としだな。でもでかい分あれだね。ちょっと待って、避けたい避けたい、そんなに痛くねえこれ即死攻撃とかないよね多分。リースがめっちゃダメージ食らっちゃってる。待ってね、回復してあげないと。一回離れて、リース回復よ、プロテクトアップ。なんか集中的にリースが狙われてる気がする。避けて避けて、よいしょ。んじゃあポットの油もいっぱいあるからこれを使って、アングリーグランドスラム、背面ギリ。いやほんと SP たまんねえな、危ない。待って、避けて、プレイヤー避けて、そのビームやべえ、サンダーストーン。今度は私を狙ってんのかな、違うよね。よいしょ、避けて。どうすかね、デューランに変えて、えい、扇風剣奥の手だぜ。でいやー、でリースに変えて真空波動する、避けて、でホークアイに変えて200まで溜まるまで我慢したいけど溜まったな。これその前に背面切りでやれるな、これ。あ、終わったわこの辺の敵は全滅させたようだな。半分になった、半分になったというか真っ二つになった。だいたい MP じゃねえや、経験値3万もらえるんだね。ったく、こんなもん仕掛けやがってイーグルのやつ。光ってる光ってる。これだけの量だと宝は俺たちだけじゃ運びきれそうにないな。ん？これはどうやらこれがグランクロアの言っていた信頼のオーブってやつのようだな。あ、イーグル、イーグル。ホークアイ、お前がこれを見ているということはきっと俺はもうこの世にいないのだろう。録音テープかよ宝はどうか妹のジェシカの望むように使ってやってくれないか。いや、それよりもこの金で盗賊稼業から足を洗い、お前には真っ当な道を歩んでもらいたい。ジェシカと一緒にな。きっとあいつも文句は言わないだろう。あいつはお前に懐いているからな。なあホークアイ、親友の心からの頼みだ。少しでいい、考えてみてくれ。もし俺が生きているのにこれを見てるのなら、今の話は忘れてくれていい。じゃあなホークアイ、お前と一緒だった日々は誰にも奪えない、俺の最高の宝だったよ。悲しいな。バカ野郎、
最後の最後でとんでもねえもん押し付けやがってバカ野郎バカ野郎。さあオーブをいただきましょう。イーグルのある意味形見だね。信頼のオーブ、これで俺もクラス4になれるのか。さあジェシカたちにこの宝のことを教えに行ってやるとしようぜ。まあ多分教えに行ってやろうぜって言うんですけど、あ待ってね、絆生まれましたと。イーグルのリンクアビリティ、通常攻撃ヒット時 MP を1回復。1ではな、まあでも1でもなかなかか。信頼のオーブゲット。これで全てのクラスチェンジアイテムが揃ったよ。一度グランクロワのところへ戻りましょう。わかりました。まあだからね、ジェシカに報告別にしなくてもいいと。結構あるねこれじゃあフラミーちゃん呼びましょう。さあグランクロワまだ光ってますね。おお見事、それぞれのクラスチェンジアイテムを手に入れたようじゃな。クラス4の力があればあの大魔女アニスにも必ずや勝つことができるじゃろ。大魔女アニスはすでに目覚め、この世界を滅ぼすためにいつ動き出すやもしれぬ。一刻も早くアニスの潜む地に向かい。あれ一体何だってんだこの声は。私の気を探る者がいると思えばお前か、グランクロワ。貴様らごときがこの私に歯向かうというのか。面白い。どこだ。世界滅亡の余興だ。どこにいる。来るがいい。ああ、また上にいる。もはや一刻の猶予もならん。世界の命運はそなたらに託されたのだ。頼んだぞ。頼まれました。お、また力が生まれましたね。バトル中5秒前に味方全員の MP を5回復。こっちもすげえな。じゃあアニスはまたあの浮いてるとこにいるんだね。とりあえずクラスチェンジしないといけないでしょう。ちょっと待てよ。フラミー呼んで、アニスの方でさ、クラスチェンジできるわけじゃないよね、多分。その辺説明なかったよね。あの、クラスチェンジしてから行ってねっていう説明はなかったんだけど、あ、もしかしてフラミに乗ってる間言うかな。まずはクラスチェンジしましょう、みたいな。言わねえ。ちょっと待ってね、アニスはあっちにいるんだけど、一回じゃあ、どうしよう。アニスちょっと行ってみていい？ここのエリアも結構あのなんだっけ、レベル上げにいいっぽいので、なんか近づいたら普通にローディングが。フラミーちゃん行けるか？大丈夫か？なんか変なパワーで押し出されそう。このまとわりつくような嫌な気配は。この先に大魔女アニスが。グズグズしてる暇はねえぜ。さあ行くか。ここから先は引き返せませんとかって出ないよね。大丈夫だよね。突入。ここも一応確かダンジョン形式になってるはずなので、ちょっと進んでいかないといけないんですよね。うわー、まがまがしいね。アニスの金息。強い敵多そうだね。あーでも待てよ。強い気、簡単に大魔女の元へは行かせてくれそうにありませんね。そうですね。お宝なんかに目を奪われてる余裕はなさそうだな。
ちょっと待ってね、一回、なんかこの先、目的地はでも、あれか、扉っぽいとこ。なんでここに種植えるとこあんのかちょっとわかんないんだけど、まあまあまあ、あれでしょうね。これ脱出ってどうすんだ？フラミー呼べんのかな？ここ行くと、待ってね。あ、フラミー呼べるわ。じゃあ、一旦外出ますか。ここはまた後で来よう。多分クラスチェンジはここではできないでしょう。でもなんかアイテム足りないんじゃねえのかな。大丈夫かな、いけるかな。とりあえず行きます。誰がクラスチェンジするの？まずはじゃあリースから行きますか。さあクラスチェンジできるかやってみましょう。やってみましょう。クラスチェンジやめろよ。アイテムが足りないとか言うなよ。ミーティアですね。待って、次ページ。救済の光、必殺技使用時、味方全員に HP を 10% 回復。おお、こんなのあるんだ。転生層なのかな、これ。必殺技だ。さらに。聖なる力で上空から隕石を落とし、広範囲に大ダメージを与えると。はい、多分これしか選べないと思うのでこれにします。はい、トロフィーゲット。究極の女戦士。ああ、この格好はいいかもね。なんか変に頭に角ついてないんで、まあ、角はついてんだけどオレンジ色っつうのはね。はい、リースは、バナディースからミーティアにクラスチェンジしました。以下のことが新しくできるようになりました。必殺技ね、アビリティ装備できる枠2つ増えた。育成ポイントから解放できる特技とアビリティ増えました。さあでは続いて2人やっていきますね。デュランとホークアイね。だからもうルート自体は決まっちゃってるってことだね。デュランは闇ルート行ってるし、ホークアイも闇ルートなんで確か。誰がクラスチェンジするの？なんだっけ、リセットアイテムあるんで、あの変えたい人はね、クラスチェンジできるかやってみましょう。一回リセットかけて、ルートを選び直すしかないというわけですね。さあデュランはどんな名前だったかな。クラス4、ベルセルク、さらに野蛮人度が増している通常攻撃、ヒット時攻撃力、防御力が 2% アップ、最大 30%。 すげえこのバーサクってやつ。アビリティ、必殺技煉獄山、刀身に集めた陶器を敵に浴びせ敵単体に大ダメージね。いいんじゃないかな。はい、クラスチェンジ。もう完全に闇落ちだよねこの姿。究極の剣士。上半身の防御力ほぼゼロだぞこれはい、クラスチェンジ完了。これもね、同じような説明ですと。じゃあ最後ホークアイです。だいぶステータスぐんと上がるんで、またね楽になるんでね。あとは私の方でもうレベル、まあ100にしたいんだけど、100までする必要があるかがね、ちょっと。誰がクラスチェンジするの？ホークアイです。アニスは多分レベル100までいかなくても大丈夫だと思うんだけど。さあホークアイは何かな。アベンジャー、バトル開始時敵全員に攻撃力ダウン効果を付与。すごいねこれも。必殺技、これは砂漠でいいのかな、砂漠山、特殊な鎖で敵を拘束し、オーラで強化したダガーで敵単体に大ダメージ。単体ね、これも OK。 急に服装がシュッとしますね。究極の盗賊、シュッとした服装ですちょっと動きづらそうだけどね。はい、
OK です。これで3人ともクラス4になりました。じゃあ次回はね、このクラス4で存分に戦ってアニスを倒していきたいと思いますんで、まあ倒せると思うんだけど、今のレベルの状態でもね。で、そうだった、アニスこのクラス4で倒すっていうのもあるんだけど、私言ってたクラスチェンジにはどうやら必要なかったんだけど、あのハテナハテナハテナの種ね、これから最強装備が出るっぽいので、まあ44個あれば多分この3人分揃うと思うので、次回までにね、ちょっと私種から、装備集めておきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。